こんにちは、ドロンコです。今回も団結のドミナリアの新しいカードを見ていこうと思います。まずは新しいシェオルドレッド、目視録シェオルドレッドですね。今回のシェオルドレッドはですね、445を摂取のクリーチャーなんですが、その能力が自分がワンドローするたび自分は2点ライフゲイン、対戦相手がワンドローするたびそのプレイヤーは2点ライフルーズというものです。こういう感じのですね、対戦相手がドローすることにデメリットを付与するタイプのカードをずっと待ってました。できることなら秘密のランデブーとかと同居してほしかったですね。一応次のスタンダードでも不吉なトゲ刺しなんかで対戦相手にドローをさせることはできます。対戦相手にドローを与えるっていうデメリットはでかいんですが、不吉なトゲ刺しの場合6点ルーズになりますね。メリットデメリットを天秤にかけて一番ちょうど良さそうなところは隠し幕でしょうかね。隠し幕は3マナ支払うことで変身してですね、アンデスをする代わりに対戦相手にワンドローを与えるっていうカードです。このワンドローに2点ルーズがつくことになります。あとは一切れの利益なんかもシェールドレッドと組み合わせたら面白いと思います。X ドロー X ライフルーズっていうデメリット付きのドローカードなんですが、シェールドレッドがいたらライフが減るどころか増えますね。このカードもケザと組み合わせてですね、結構使ったんですが、シェールドレッドが加わることで相対的にこのカードがさらに使いやすくなりましたね。お次に紹介しますのはこちらのカード、ナジャル・ザ・ストームランナーですね。ちょっと現段階で日本語名がまだわからないんでですね、こっからはナジャルと呼んでいきます。ナジャルは554の伝説のイフリートウィザードです。自分はソーサリー呪文をそれが瞬息を持っているかのように唱えてもよいと、ソーサリーをインスタント化します。それでもうすでにヤバそうなんですが、もう一つの能力、ナジャルが攻撃するたび無色にマナを支払うことができます。そうしたならこのターンに自分が次にインスタントやソーサリーである呪文を唱えたとき、それをコピーします。この手の能力って大体ね、能力の誘発が対戦相手に戦闘ダメージを与えた時だったりするんですが、こいつの場合攻撃したら発動しちゃうんですよね。黄金化のドラゴンとかと同じタイプです。じゃあ実際どのスペルと合わせていくのが面白いかなって考えましたが、天使火の覚醒なんかが面白そうですね。瞬速がつきますので天使火の覚醒をコンバットトリックに使います。しかも追加で2マナ払うことでこれがコピーされますからね。そうするとまずカウンター2つのところが4つになりますね。除去は打ち消しが飛んできたとしてもコピーとコピー元2つスペルが飛んでいきますので、どっちかのスペルは通りやすいでしょう。シンプルに天使火の覚醒を他のクリーチャーに振りまいてもいいでしょう。あとソーサリーのインスタント化っていうところでハンデスやリアニメイトと組み合わせても面白いと思います。対戦相手のターンに対戦相手がドローしたタイミングでハンデスしたり、対戦相手のターンエンド時にこちらのでかいクリーチャーをリアニメイトするっていうのが強いですね。ところでですね、一つ気になることがありまして、対戦相手のターンエンド時に錬金術師の計略を打った場合ってどういう扱いになるんでしょうかね。対戦相手のターンが1ターン追加されるんですかね。もし自分のターンが追加されるんやったらだいぶ強いコンボになりそうです。続いて紹介しますのはこちらの群れの渡り、緑7マナのソーサリーでハント能力を持っています。ハントっていうのは復刻メカニズムですね。自分がコントロールしている土地の基本土地タイプの種類数を参照する能力です。ニューカペナの3色ランドを置いた場合1枚置いただけで基本土地タイプが3種類になりますので、それだけで3カウントになりますね。この群れの渡りの場合、基本土地タイプ1種類につき33のビーストクリーチャートークンを生成します。このカードを使う場合3色ランドは入っていますでしょうから、少なくとも3体以上のビーストクリーチャートークンは生成できるんじゃないでしょうか。できることだったら4体5体を目指していきたいですね。また2マナ支払ってこの群れの渡りを捨てることで基本土地カード1枚をライブラリーから探してきて手札に加えます。加えて3点ライフゲインします。この能力、まあ言ってしまえば神川で登場した魂力ですよね。同じく神川で登場した大田抜きとかなり近い性能をしています。正直ですね、7マナでバニラ33が3体から5体並ぶだけってのはちょっと地味な気もしますが、大田抜きが使われていたことを考えますと、まあこれも使えなくはないですよね。ですができることだったら到達かトランプルは欲しかったですね。基本土地タイプが5種類ある時とか、ビーストクリーチャートークンが5体以上並んでいたらっていう条件付きでもいいので、個人的には秘技の砲撃と組み合わせていきたいなと思っています。まあハンデスとか絶望将来を連発していった方が強い気はしますけれどもね。続いて紹介しますのはゴールデンアーゴシー。例によって日本語名がわからないので英語のまま紹介していますが、アーゴシーっていうのは大商船っていう意味ですね。無色4マナ36の伝説の機体です。登場コストは1。イラスト見る限りではめっちゃ空飛んでるんですが飛行は持っていません。ゴールデンアーゴシーが攻撃するたびこれに登場している各クリーチャーを追放します。次の終了ステップの開始時にそれらをオーナーのコントロール下でタップ状態で戦場に戻します。いわゆるブリンク能力です。ということは ETB 能力持ちのクリーチャーと合わせていきたいですね。この機体登場コストは1なんですが、基本的な使い方は
ブリンクしたいクリーチャーを複数体に乗せて ETB 能力を複数再利用するというものになりそうです。この能力うまく使うことができたらめちゃくちゃアドなんですが、このカードにはちょっと弱点が2つありまして、その1つはまず殴んないといけないっていうこと。この機体が攻撃できない状態だとまるで能力が使えないんですね。もう一つの弱点、ゴールデンアーゴシーが攻撃して登場クリーチャーを追放した後に、これが除去やフェイズアウトされてしまうと、追放したクリーチャーが全部追放されたまま帰ってこなくなっちゃうんですね。ですからこのカードを使うんだったら、タミオの保管とか呪言や破壊不能を付与するカードをデッキに入れておいた方がいいでしょう。フレーバー的にはこの船が落とされたら乗船していたものまで消えてなくなっちゃうっていうのは自然ではありますけれどもね。組み合わせていきたいカードは過密解剖とか救出専門家あたりですかね。救出専門家の場合、救出専門家でリアニメイトしたクリーチャーも殴れるようになりますから、結構お得だと思います。強端な敵対者を出し直すっていうのもいいでしょう。産業のタイタンとか白馬の刻み銃もブリンクっていう意味では相性がいいんですが、ちょっとゴールデンアーゴシーには合わない気がします。っていうのはですね、この機体が殴っていけるタイミングって多分それらのクリーチャーだと登場せずに普通に殴っていった方が強い盤面が多いと思うんですよね。そのあたりはアイディアとデッキ構築次第なんですが、やるんだったら盤面一掃してからのコトセブリンクとかの方が相性はいいかもしれませんね。とあとですね、複数体クリーチャーを登場させることに意味のある機体ということで、ちょっとだけ酵素の泉が相性いいのかなって思いますね。登場したクリーチャーはタップしますので、酵素の泉の能力が使えるようになります。またブリンク後にタップ状態で戦場に戻ってくるクリーチャーをアンタップさせることもできますね。本日最後に紹介しますのは、はい、ベールのリビアナです。いやー、初のプレインズウォーカーの再録っていうことで結構盛り上がっていますね。ご存知の方も多いカードだとは思いますが、さらっと中精度能力を見ていきましょう。まず3マナの中精度3のプレインズウォーカーです。プラス1で各プレイヤーはそれぞれ1枚カードを捨てます。マイナス2ではプレイヤー1人を対象とし、そのプレイヤーはクリーチャー1体を生贄に捧げます。マイナス6の奥義ではプレイヤー1人を対象とし、そのプレイヤーがコントロールしている全てのパーマネントを2つの束に分けた後、そのプレイヤーは一方の束を選び、その束にある全てのパーマネントを生贄に捧げます。この奥義がですね、フレーバー的にめちゃくちゃ熱いんですが、それはいつか語るとして、新スタンでのこのカードの使い方、相性のいいカードを考えていきたいと思います。ベールのリリアナはプラス能力の相互ディスカードがやっぱり基本軸になってくると思います。対戦相手の方のハンデスはいいとして、自分の方もハンデスしますので、何も対策なしでこのカードを使ってもあんまり強くはないですよね。というところで、このハンデス能力に対してうってつけのカードがスタンダードにありますので、それを紹介します。やっぱこいつですよね、しつこい負け犬。こいつはハンデスで墓地に落としたとしてもしっかり仕事をしてくれるカードです。なんなら対戦相手によっては墓地にいてくれた方がこのカードは使いやすくなったりもしますよね。しつこい負け犬と同様に、墓地に落としたとしても何度も働いてくれるカードが新しく追加されます。それがこちら、カルトコンスクリプト121のスケルトン戦士ですね。タップ状態で戦場に出ます。2マナ払うことでこのカルトコンスクリプトを自分の墓地から戦場に戻すことができます。この能力はこのターンに自分のコントロール下でスケルトンでないクリーチャーが死亡した場合にのみ起動できます。このクリーチャーの何が偉いって21っていうところなんですよね。パワーが2あるんですよ。パワー2生物はブロッカーとしてもクロックとしても序盤にしたら邪魔ですよね。新しいカード、カラスの男とも相性がいいです。カラスの男は221の伝説の人間ウィザードで、各終了ステップの開始時にこのターンにプレイヤーがカードを捨てていた場合、飛行とこのクリーチャーではブロックできないを持つ黒の11の鳥クリーチャートークン1体を生成します。この人ですね、リリアナとかなり因縁のある人なんで、フレーバー的にはですね、一緒に使うのためらっちゃうところもあるんですけれども、明らかにこの黒の23でカラスの男とリリアナが並んでいるのはですね、デザイナーズコンボってやつですよね。能力が相性いいんで、開発が一緒に使ってねって言ってるんでしょうね。ちなみに4マナタップでディスカードする能力がついています。恒常的なディスカードということで、これも非常に強力ですね。その他相性のいいところで言うと、自ら手札を捨てるっていうことでリアニメイトとは相性がいいですよね。染みついた端敵などの自分の墓地にあるカードの種類などを参照するカードも相性がいいでしょう。さて今回はこの辺で、今日紹介したカードでですね、面白いコンボとか相性のいいカードあったよっていうのがありましたら皆さん教えてください。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価をお願いします。それじゃあまたね。